お元気ですか、ボクシミです。今回は2023 NPB ベースボールカード開封動画周辺の8パックやっていきたいと思います。それでは早速ね、やっていきたいと思います。ではね、周辺の1袋目でございます。西武の與座選手でございます。ロッテの藤岡選手でございます。日ハムの堀選手でございます。オリックスの平野選手でございます。ソフトバンクの石根選手でございます。楽天の松井選手でございます。でオリックスのこれ選手会長ですね、杉本選手のカードでございます。続いて、はい、続けていきます。巨人の大城選手でございます。広島の野間選手でございます。阪神の湯浅選手でございます。中日の柳選手でございます。ヤクルトの田口選手でございます。横浜の宮崎選手でございます。中日の高橋選手でございます。2袋目いきたいと思います。西武の蛭間選手でございます。ロッテの佐々木選手でございます。日ハムの、これは石井選手でございます。西武の水上選手でございます。オリックスの宋選手でございます。ソフトバンクの甲斐選手でございます。楽天の岸選手でございます。巨人の中島選手でございます。広島の、森浦選手でございます。阪神の岡田監督でございます。巨人の丸選手でございます。ヤクルトの西村選手でございます。横浜の濱口選手でございます。中日の藤島選手でございます。3袋目でございます。で、続けていきます。これは3袋目でございます。はい、日ハムの、松本選手でございます。西武の野田選手でございます。ロッテの井上選手でございます。楽天の銀次選手でございます。オリックスの山崎選手でございます。ソフトバンクの周東選手でございます。で楽天の銀次選手のこちらで、ね、これ枠がね、銀色になっております。こちらがね、150シリでございます。で巨人のこれウォーカー選手でございます。現在はね、ソフトバンクに在籍しております。広島の栗林選手でございます。阪神の門別選手でございます。ヤクルトの西田選手でございます。横浜の楠本選手でございます。中日の森山選手でございます。ヤクルトの長岡選手でございます。4袋目でございます。
西武の栗山選手でございます。ロッテの三輪選手でございます。楽天の田中選手でございます。オリックスの杉本選手でございます。ソフトバンクの石出選手でございます。で、ソフトバンクの柳田選手のこちらもね D100 で 150C でございます。ちょっと、画面がねちょっとねあの虹色に見えて見えます。続けていきます。巨人の大城選手でございます。広島の、野間選手でございます。阪神の、岡田選手でございます。横浜の佐野選手でございます。で阪神の岡田監督でございます。間違ったらごめんなさい。中日の小笠原選手でございます。ヤクルトの清水選手でございます。横浜の牧選手でございます。5袋目でございます。西武の愛斗選手でございます。ロッテの菊池選手でございます。西ハムの上川畑選手でございます。楽天の野本選手でございます。オリックスの内藤選手でございます。ソフトバンクの、石川選手でございます。で楽天の、石井前監督でございます。巨人の戸柱選手でございます。広島の小野選手でございます。阪神の門別選手でございます。横浜の佐野選手でございます。中日のロドリゲス選手でございます。ヤクルトの山崎選手でございます。横浜の林選手でございます。6袋目でございます。日ハムの清宮選手でございます。西武の古川選手でございます。で、ロッテの三輪選手でございます。日ハムの、上沢選手でございます。楽天の小深田選手でございます。ちょっとね、移動したいと思います。でオリックスの宮城選手でございます。でソフトバンクの柳町選手でございます。で広島の選手会長の大瀬良選手でございます。選手会長でございます。巨人の今村選手でございます。広島の板倉選手でございます。阪神の浜地選手でございます。横浜の、これは 桑原選手でございます。中日の、森山選手でございます。でヤクルトの長岡選手でございます。7袋目でございます。ロッテの、これは友次選手でございます。日ハムの加藤選手でございます。で西武の、栗山選手でございます。ロッテの小島選手でございます。小島選手でございます。失礼いたしました。で楽天の、銀次選手でございます。オリックスの阿部選手でございます。ソフトバンクの生見選手でございます。阪神の島田選手でございます。
巨人の、田中選手でございます。広島の九里選手でございます。阪神の中野選手でございます。横浜の山崎選手でございます。中日の清水選手でございます。で、ヤクルトの山田選手でございます。周辺ラストの8パック開けていきたいと思います。日ハムのこれ万波選手でございます。西武の高橋選手でございます。ロッテの荻野選手でございます。ソフトバンクの牧原選手でございます。楽天の田中選手でございます。オリックスの T 岡田選手でございます。で、楽天の浅村選手のカードでございます。で、巨人の岡本選手でございます。広島のこれ相澤選手でございます。阪神のこれは岩崎選手でございます。中日の岡林選手でございます。ヤクルトの村上選手でございます。横浜の伊勢選手でございます。で、最後は中日の立浪監督でございます。以上で2023、NPB ベースボールカード開封動画、中編8パック終わりたいと思います。で、この後ですね、この後でなかった後日ですね、後編のラストの8パックやっていきたいと思いますので、もしよろしければね、そちらもぜひ、ご覧ください。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。